総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型対策のポイント。本動画では難関大学を中心に志望大学タイプ別の注意点について解説させていただきます。本動画の解説を担当いたしますのは神尾一郎でございます。私はですね、慶応義塾大学総合政策学部に栄養入試で合格を果たし、以後20年以上にわたって総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型の指導に携わっております。またですね、こちらですね、この小論文のですね、参考書をはじめとしてですね、総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型の合格に直結するようなですね、参考書をですね、一定数発行し、さらにはですね、ディベートの監督としてですね、論理的コミュニケーション力を高める指導をこちらも20年以上続けておりますので、こういったですね、キャリアがですね、皆様の総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型のですね、合格に向けてですね、お役に立てるんじゃないかなというふうに確信している次第でございます。それでは改めまして、難関大学志望大学タイプ別の注意点についてご説明させていただきます。さあ、ということでですね、まずはですね、その志望大学のタイプを見極めるということで、大学のレベルを確認するということですね。で、これの難関大学ってそもそもどういった大学なのかなというところなんです。この難関大学と、思われるところとそうでないところだと、若干取り組みにも差が出てくるかなというところ でまず前提として、すみません、医学部をですね、このご受験される場合、これはですね、どういった大学であってももう全て難関大学というふうに認識していただきたいと、国公立私立関係なくですね、これはもう厳しい難関大学ですよということをご理解ください。さあ、ということで主な難関大学としてですね、何か明確な定義があるわけじゃないんです。ですので、私のですね、その長年の指導歴に基づいて、大体こういった大学かなというところを、一つ参考資料として出させていただいたというところです。で、こういった、ところに該当するところは難関大学だなというイメージを持ってもらいたい。ここに載せなかったところでもですね、地方の中核大学であるとこの中に入ってくるなというと、このカテゴリーに入ってくるなというところなんですが、中でもですね、東京大学であるとか京都大学、こういったところはその、学校推薦型選抜、公募型でもですね、かなり難関大として知られていますし、また東京科学大学、東北大学、さらには東京外国語大学とか、あとは筑波大学ですね、こういったあたりはですね、かなりその、総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型にかなり力を入れている大学ですので、なんていうんですかね、その選抜のレベルも高くなっているというところを認識していただきたいと思います。続きまして、私立大学としてはこういったあたりかなというところですが、慶応義塾大学、私が合格したですね、その総合政策学部および環境情報学部、こういったところが、いわゆるその栄養入試のパイオニアでございますけれども、慶応義塾大学、早稲田大学、こういったあたりですね、あとは国際基督教大学、上智大学、立教大学、あとは飛んで中央大学とかですね、こういったあたりはかなり、総合選抜ですね、を中心にかなり力を入れている、学校推薦型選抜、公募型、力を入れている大学として、知られております。さあ、それでですね、難関大学にですね、挑戦する条件として、これ強く申し上げておきたいのは、一つ目ですね、この一般選抜でも合格が見通せる学力を有しているかどうかということなんです。特に国公立の難関大をお受けになる方は、なろうと思う方は、実際一般選抜にチャレンジできる、合格できるとまだ言わなく、絶対合格できるんだったら そちらだけでいいわけですけども、合格が見通せる、十分その判定としてですね、もう本当に下のような判定しか出ないというのではなくて、一般選抜でもチャレンジできるよというような学力をですね、身につけられているかどうかっていうのが、これが大きなポイントになります。
なぜかというとですね、そもそもとして、大学入学共通テストの点数がですね、その合格のですね、判定基準に用いられているところも少なくないですし、また入学後を見据えてですね、その最低限の一般選抜で入ってくる人たちと学力が大きく差があると入ってからのプログラムに支障をきたすので、そういった生徒を学生として招くことを避けようとする風潮というのは、国公立大の多くにあるところでございます。ですので、その抜け道としてね、一般選抜の抜け道として難関大を総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型で狙うという意識は、これはおやめいただきたいというところです。もちろん中にはですよ、ずば抜けた実績があるんだったらそれで取ってもらいますけれども、そうでないのだとしたら、なかなか難しいで、繰り返しになりますけど、国公立大学だったらずば抜けた実績があったとしても、それでもやっぱり取ってくれないですね。ですので、私立であればずば抜けた実績があれば多少成績の部分が、少し劣るぐらいだったら合格というのはありますけれども、やはりここはね、今一般選抜と比べてですね、総合選抜、学校推薦型選抜、公募型で入る人っていうのもすごく増えてますから、もう一般選抜での合格を、する人っていうのは半分以下になってしまっているので、そういった点でもですね、そういった人たちときちんと肩を並べられるような学力を身につけていくってことが、これ挑戦条件になります。2つ目、志望大学にかつて合格した卒業生の高校時代の評定平均を確保できているかどうかってことですね。でこれは特に学校推薦型選抜公募型ではそうなんですけれども、当然大学側でね、過去のデータを持ってますから、その過去の卒業生で合格した人と比べるんですよね。比べることができるわけです。でその時にあんまりにも成績が低いと、いやちょっとっていうふうになってしまいますから、この辺もちろん誰々が何点でしたなんて教えて、高校で教えてはくれないでしょうけれども、でも学校の先生はある程度、いやちょっとこれじゃ難しいよねっていうようなことをおっしゃってくださるはずなので、それやはりその、素直に耳を傾けなきゃいけないし、高校1年生2年生であればこのままじゃダメだぞって言われてですね、もう一生懸命勉強を挽回してですね、評点を高めるということは、必要不可欠になってくるだろうというところです。繰り返しになりますけど、国公立大学では大学入学共通テストの点数が合格条件に含まれている可能性が高いし、あともう一つですね、その理系学部ではですね、小論文や面接において専門科目の学力が問われる場合が多いんです。これね、その面接であれば口頭諮問という形で、その専門知識についてですね、きちんと学力があるかってことが、面接の形をとって確認されるんですが、この小論文です。小論文と言いながら実際中身はですね、一般選抜の試験と違わないような問題を出している大学というのが実は少なくないんです。ですので、もうそういったところの問題をきちんと、高得点取れるようになるかっていったら、これはもう理系科目および英語とかね、そういった部分の学力なかったら全然、そもそも、合格にたどり着けませんので、そういったところでですね、やはりその一般選抜でなかったとしても、学力、一般選抜合格だけを目指しているわけじゃなかったとしても、やはり学力を高めていくということは、これは避けがたいことなんですよと。その最低限、もちろんずば抜ける必要はないですね、だったら一般選抜でいいので。だけど一般選抜で合格できるかどうかぐらいのラインまでには高めておかないと合格にはならない。そこのプラスアルファの部分が他の実績であるとか将来の構想とか、そういったものになっていくというところなんですね。それではですね、志望大学のタイプを見極めようってことで、合格倍率を確認するということは、難関大学に限らずですね、どこの大学を受けるにあたってもぜひやってほしい。でこれは私のですね、長年の指導歴に基づく基準です。やはり本当に厳しいのは6倍以上です。6倍以上の合格倍率の大学は厳しい。2倍以上6倍未満というのが多いですね。そして2倍未満1点台の大学というのは、チャンスは大きいかなというところです。
まずその2倍未満の大学を受けようと思う場合は、まあアドバイスを活用してですね、周りの方々からのアドバイスを活用して準備や努力を惜しまない方であれば、まあ十分合格というのは開けていくだろうということです。まあ、問題はここからですね。その2倍以上6倍未満、このカテゴリーに入ってくる大学を受け、学部学科を受けになる場合、これはですね、評定平均値 3.6 以上、別にもう明確な基準があるわけじゃないですけれども、これも私のですね、指導歴に基づく感覚です。これはないとちょっと厳しいねという感じですね。でアドバイスを活用して、準備や努力を惜しまない人物で、次のいずれかの条件を満たすと。でこの 3.6 がないんだったら絶対受けちゃいけませんよってことはないですけれどもね、別に条件が、特に評点課されてなければこれを下回ってたって全く問題ないんですが、あるに越したことはないよねというところです。やっぱり評価基準の一つにはなるわけですね。じゃあどんなものか、その付け加えてどんなものがあるかっていうと、社会活動や研究に積極的に取り組んでいるとか、各種大会コンクール等で全国大会出場相当と、英検2級以上とかそれに相当する資格検定を持っているとか、校内活動で個人として顕著な実績を持つ、まあですから、生徒会長とかね、なんか部長とか、なんか委員長とか、なんかそういったまあその個人として言えるものがあるかどうか、まあこの4つのうち何かがあれば 3.6 あったら十分、チャレンジできますし、仮に 3.6 ない場合であれば、これらの項目がさらにもうちょっと高いレベルで満たされていれば勝負できますよということになります。ということで、まあ、最難関の6倍以上ですね、評定平均値も 4.2 欲しいですね。このぐらいはなんとか達していただきたい。その上でですね、活動実績としては社会活動や研究が客観的に高く評価されていると、自分で頑張ったってだけじゃダメなんです。やっぱり何かしらのですね、その表彰であるとか、まあ何か、まあ裏付けが取れるというかね、まず活動歴というものが証明されるようなものでないとちょっと厳しい。そして各種大学コンクール等であれば全国8位以内相当、ベスト8以上ですね。これがないとやっぱりちょっと厳しいですね。さらに英検準1級以上。それに相当する資格検定ということ で、ただこれらはもうですね、ただの実績というだけにとどまらず、大学以降の専門分野に直結する個人の成績実績、あくまでも将来にこれらがつながっていくんだなっていうことがはっきり見て取れるような個人の成績実績を6倍以上の大学学部学科を受ける場合は積んでおかないとちょっと厳しいですね。本当に厳しいですから、6倍以上ってことは。もう本当にその、例えば、まあ、集団面接みたいなのがあるとしたら、もうそのとかグループディスカッションがあるならば、例えばグループディスカッション6人グループディスカッションでやるんだったら、その中で1人受かるか受かんないかのレベルなんですから、例えば3人でのグループ面接だったら誰も受かんないってこともあるレベルなんですから、まあ厳しいですよ。でもだからといってもちろん合格する人はいるわけですから、こういった実績を積んでいけばですね、もちろん合格は、合格の道はですね、切り開かれていくということでもあるので、まあそこはね、過度にひるむことはないんですけれども、まあしかし念頭において取り組んでいかないと、高い意識を持ってやっていかないと厳しいよということなんですね。さあ、それでは合格を勝ち取るタイプの人ということで、まずはですね、以上説明ご説明した条件を踏まえてですね、合格が極めて難しいと思われる大学学部学科への固執、こだわりがない、こだわりを持たないってことは重要ですね。やっぱりそのどんなに頑張ったって手が届かないっていうところはあるわけです。総合選抜、学校推薦型選抜、公募型の出願準備っていうのはイメージ以上に大変です。本当にですね、その一般選抜との両立っていうのはかなりの苦労を、まあ、求められます。まあそういったことでですね、やはりそれだけ努力するんだったら合格になんとかつなげてってほしいと私は心から願うわけです。だとすれば全然合わないところにですね、チャレンジをするっていうことが本当に時間の使い方として有効なのかということはよくよく考えていただかなくてはいけない。ですから場合によってはですね、そういった大学にどうしても合格したいと思うならば、一般選抜の合格を目指す、やはり一般選抜の方がですね、努力、それからその
まあ、実際に持っている点数的な学力というのが合否に反映されるのはですね、まあ、よりクリアであることは事実なので、やはりそちらを目指すということ、まあ、あとは志望大学変更する、まあ、実際にその将来どういう方向に行くかによっては、まあ、今非常に多様性も進んできた時代でございますから、その従来の名前のある大学に入ったということだけでね、その将来バラ色っていう時代でもないので、まあ入ってから何をやるのか、場合によっては大学院に行ってとか海外留学してとか、いろんなパターンがあるわけですから、本当にその大学じゃなきゃいけないのかってことを考えていただくということには大きな意味があります。2つ目、将来の職業イメージや大学で専攻したい領域を高校2年生8月末までには定められる。これはぜひやっていただきたいですね。まあ難関大学でなければ高校3年生に入ってからでも間に合いますけれども、難関大学、今回ご紹介したような難関大学を目指すんだったら、やはり高校2年生の夏休み終わりぐらいまでには定められないとちょっと厳しいですね。その自分の目指す未来と積み重ねてきた過去の戦場に過去があって未来があって、その中核に志望大学、志望学科があるんだと。今までこうしたことを積み重ねてきた、それは将来こういう自分になりたいため、こういう形で社会に貢献したいため、その自分に近づいていくためには気学しかないんだと、気学学部学科しかないんだってことをクリアにですね、説明できないと合格は得られませんので、まあ、そういったところをですね、アピールできるようになるためにも、将来どういった職業イメージを抱いていくのか、大学でどういった学びを深めようとするのかっていうところは、まあ、願わくはですね、高2の夏までにはしっかり、まあ、夏の終わりにはですね、明示できるようにしておいてほしいと思います。さらに3つ目ですね、生徒会活動や部活動などに専念しすぎず、大学以降に直結する専門的な学習にも取り組んでいるということなんです。その、まあ、高校に密接した活動だけではですね、かつての旧栄養入試推薦入試ではですね、十分な評価が得られたんですが、今は評価の一つでもあるし、最重要項目では正直申し上げてもうないんですね。ですから、やはりその将来につながるような学びというのは、それとは別に取り組んでいく必要があります。別にその生徒会活動、部活動意味ないなんて一つも言ってない。それはすごく大きな意味があります。やはりその、ただ座学ではね、得られないような学び、いろいろあるし、学びだけじゃなくてね、高校のかけがえのない時間の過ごし方としてあるわけです。私自身も生徒会長を務めていました。まあ、そういった中で得たものというのは今の人生に本当に幅広く役に立っている。部活動もそうです。まあ、私はその自分で部活動を立ち上げたんですけれども、そういった経験というのも非常に今役に立っている。本当に大切な仲間たちが得られました。だからこそそういった活動はやっていただく、素晴らしいことなんですが、それだけをやってきて、その実績だけでその総合選抜、学校推薦学選抜、公募型の合格を得られるかっていうと、まあちょっとそういうんではないんですよねというところを、まあ、ご理解いただきたいということでございます。まあ、ということで、難関大学を中心とした志望大学タイプ別の注意点についてご説明してきましたけれども、まあ、その大学のレベルというのを確認しようと、難関大学に該当するのかどうかと、さらには合格倍率を確認しようというところですね。まあ、これら その基準というのは、まあ、明確にあるものではなくて、まあ、私の指導歴に基づいての、まあ、アドバイスでございますけれども、まあ、そう大きくは違わないだろうと思うんですね。やはりこういったそのレベル感を踏まえた上で必要な努力を積み重ねていくということは、まあ、これは別に一般選抜だってそうだし、まあ、多くのですね、世の中にある試験の対策の基本でございますので、まあ、こういった点をですね、踏まえて、皆さんですね、準備を積み重ねていっていただきたいなと、最終的な大学どちらに受験を目指すのかという判断にしていただきたいなと思います。以上をもちまして本動画の解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。